チャレンジお疲れ様ありがとうございます。昨日ちょうどやってました。見てくださいましたか。いろいろえもうあれは奇跡でしたよね。あの黒ひげすごかった。シオンチャレンジは見てますか。私もこの後出演するので見てください。8時からかな。またやりますよ。今日も5番勝負とかやります。こんにちは。公園マジで。なんかいいもの見つけちゃった。それ勝ち組やな。これ勝ちですよ。やば。シュアラやっちゃおうかな。めっちゃいいやん。ちょっと待って。ちょっと厳しいな。あ、天才な方法。あ、逆転王子様するそれで。これアリスね。これいけますね。全然。いけるいける。ちょうどぴったりなんです。今日はなんかイレギュラーでな公演だったんですよ。昼は N 公演で夜は N っていう。お疲れ様。お疲れ様です。踊りながらできるんじゃん。これガチ踊れるんですけどそういう感じ TikTok かな。TikTok だけじゃないんですけど、実はね立ってやってるんですよこんなことあります。この後の予定は皆さん何ですか。いやマジ立ち配信なんですけど、え京都散歩中スタンドがねなんか高すぎてどうやって低くするのかな。公園私だけ千秋楽でした。ありがとうございます。2000には家に戻るねっていうこと。いやカミゴンの縫い目違います。これあの普通のジャージなんですよ。カミゴンではなくて壊れちゃったよ。フレームがねここか、かわいい感じのフレームになってる。友達がすごい。あ、20時ね。2000だよ。こんにちは、こんにちは。終わっちゃいました。今日はハーフツインにしてみようか。拝見嬉しい。これ推しの髪型。オリホー。推しヘアです。そうなんです。もうどの日もリアタイできないですけど。お疲れ様でした。オリックスが日本一になることを願いながら握手会楽しもうと思います。来週握手会ですね。本当や。公園100回と関東かな。楽しみ楽しみ。まだみんな来てないか。みんな来たらいいな。バード見てもらえた。見てたよ。明日は誕生日なんですか。こんにちは、こんにちは。お疲れ。これから哲学の道から平安神宮。すごい歩いてるって。あ、そういうこと。すごい。出演300回。すごい。そうよ。隣で配信してる。全部ね、お祝いの家族。先生だけに備えてる。8時まで結構空きますね。シオンチャレンジ出るんですよ。てか、あの堀シオンちゃんの会社ウィークで今週やってるんですけど、3日間連続シオンちゃんと会ってる。冠ライブ、あ、一昨日の冠ライブの話しましょうよ。知らん。知らん。こんにちは、こんにちは。まだね、チーム M最後のポイントすごい入れてくれた。ねえケイタありがとう。メガネちょっと待って。
こいつつくよ。お疲れ様、楽しかった、ありがとう。3週連続ならず、また来て。逆転、そう、逆転王子様でした。久しぶりに楽しかったです。 ありがとう。やっぱ懐かしいというか、すごく好きな曲なので、ただいまーって話しました。こんにちは。なんで、こんにちは、こんにちは。100回おめでとう。私はしおんちゃんと最後の五尺玉を歌って踊りました。そしてもちろん黒ひげもやったりと、黒ひげ危機一発でも、昨日はあの YNN さんで、私の大好きな私の大好きな YNN さんで、あのみーきチャレンジというしおんチャレンジの直前スペシャルやってたんですけど、すごかった。なんかまさかの用意してくださっていた衣装が、あのしおんちゃんの赤ジャージに対抗して黄色のジャージっていう、もう使いそうです。お疲れ様。はい、写真やってくれてる。あ、そう、あれ3、2、1びっくりよ、それにさ、なんか足つぼマットみたいなやって、あんなに痛い。あのね、私夕方の MV とかでもやったことあるんですけど、昨日のはなんかレベルが違った。めっちゃ痛たたたた。え、すごい。みんなね、外れた外れたって。今月末はハロウィンですね、いよいよ。応援伝わらなかった気がした。いい、なんで、なんで、なんでいつもそうやって思うの。こんにちはさ、みんな一人一人にさ、見てましたよ、もしかしたらちゃんと言っとるやん、見てたから言ってるの。今日はそのシオンチャレンジのシカブレスクマやって、その後にエンディングでビンゴ大会するみたいなんですよ。それがちょっと楽しみやな。景品なんやろ。私ビンゴ大会大好きなんですよ。前はね、コロナ禍の前とかは新年会で NMB のあのビンゴ大会とかあったんですけど、テレビを当てたこともあるんですよ。嬉しいから言ってるの、言わん方がいいのかな。え、すごいな、なんかすごいでしょ。今日と明日当たってくれる。お初、あ、山崎パンさん、こんにちは。してくれて嬉しい。ドム作ってくれて嬉しい。当たってない方も初訪問、うちがないでくださいみーきさん、いい景品持っていくからね、持っていくからね。マセスさん、この呼び方、早川ゆのちゃんが私を呼ぶときと同じ呼び方をしてますよ。しあずかも私かも呼び方してくれとったね。ゆなはめちゃくちゃ仲のいい後輩です。背番号4のホームランすごかったね。そうなんです。あ、生誕 T シャツね、発売されるんですけど、あのむちゃくちゃめちゃくちゃ可愛いので、今回もとっておきですので、ぜひ見てください。ゲットもしちゃってください。なんで、もう自力であげたいと思う。つけてくれるのでしょ。めっちゃ見えとるよ。なかなかね、曲でさ、あのそっちの方向に行けないとかな。あって、なかなかね、リリースしたりとか、もっとリリース送りたいんだけど、できなくて、ですね、いろんな方にすごい体勢で配信してます。今あの挟むやつがちょっと不安定で、持ちながら、そしてあのこのケーキ、道具やすじのケーキあるじゃないですか、それのいちごとホイップの間にこう入れながらやって、想像つかへんよな。見てるし、見るときめっちゃ見てるから。あ、生誕グッズありがとう。なんか最近寒くない？何よりしてさ、なんか先生らがいけないから、人恋しちゃかった。ありがとう。11月3日でね、恋と終わっちゃうんですよ。先生らがいけなかったからね。
こう見えてね、NMB には入ってた時とか出ていい？入ってた時、今も入ってます。入ってる時に、マリ先生がマックスタイル、初訪問の方がたくさん来てくださってる。髪型バッチリ決まって、そう公演終わりなんですよ。マックスって言って最近の話なんですよ。ありがとう。ハーフツーズをしてますよ。今日も声向けてきたんですけど、よーちゃん、あ、待って、ほぼね、加入時全然3kg ぐらい、靴下も見てほしいけど、なんか見せない最近ね、見てきたんでいっぱいなんで、胃袋が強すぎて食べ放ったら多分3枚ぐらいしか食べない。あ、嬉しい、肌白いねやって。え、本当ですか？かわいい、嬉しい。あ、そうそう、フォローしました、ありがとう。ついに言ったね、全然自分ではね、太ってると思う。そうよ、ございます。お支払い完了、整えてるから、ありがとう。そうやってくれる、おすすめの、そうだよねって思って、ポニテールになってた。お、髪が一番変わった。なんか待って、サイド変わった。そんな、結構ハーフツイン歴は長いでした。逆に可愛くなったんじゃなくて、プロフィールとか潜在写真とか成長間違えちゃった。ね、挟まれとったファンの方の写真で、トングのトングに挟まれてました。あのグッズ素敵よね、ほんまにさ。オリックスさんのグッズってなんであんな最先端いってるんやろと思う。ほんまに素敵やと思う。ありがとう、カエデちゃん。あ、それで、あのオフィシャルショップで今日までなんかの、あのお誕生日メッセージボード書けるので、ペン持参しないといけないらしいんですけど、よかったら書いてみてね。あれ、あのボードね、いつもいただくんですよ。なので皆さんのメッセージいつも、もう一人お一人たくさんのメッセージくださるので、100受験のお知り合い集計報告になりそう。ほんまにそうなんですよ。また教えてください。え、他のお話も。ツインバリかわいい。嬉しい、やった。ツインかわいいですよね。私もツイン好きやし、ツインをしてるのを見るのも好きです。やっぱかわいいは正義ですよ。昨日も言っとったね、ほんで、ね、最近はね、韓国アイドルの子が好きで、で、あの可愛いなと思った子の画像を見たりとか保存したりとかしたりしてます。目の保養、モチベ。あ、誕生日メッセージ書けましたよ、ありがとう。前日までなんや、今日までだそうです。公園入るよとか、入ってくださったよって方とか、ナンバー付近におられる方はぜひショップに、あの書くのがあるので、ペンだけ持参らしいんですけど、メッセージください。あ、等身大パネルもあるみたいですよ。可愛いは正義ですよね、間違いない。こんにちは、セイカ。ずっと見たよ。なんでやろうな。もう私写真ないだけどさ。おめでとうみよぴら、ありがとう。キラキラ100投げ完了、ありがとう。お星様になってるね。こんにちは、白い妖精さん。久しぶりにショールームしたかも。いや、あれですね、100回さ、あれチーベン行きますって言った時だよね。千秋楽は11月3日です。しおんちゃんの、そう、しおんちゃんの、それでも最後の YNN さん、みゆきの企画だったけど、一緒にね、すごいね、めっちゃすごいよね。出させてもらって嬉しかった。フォローしました。わー、やった、嬉しい。まあ、何をプンプンしてるの。あ、マシカ、俺は直で書きに行けないから大好きでお願いした。あ、そういうこともできるんや、優しい、ありがとう、嬉しい。あ、とりあえずスカートアナップやった、アナップ。シオンチャレンジも楽しみに待ってます。おめでとう、ありがとう。私もシキュンス、ありがとう。もう一生のあれで、お花です。ハ
あ、15分経ちましたので、では用意してこの後8時からしおんチャレンジ見てください。これ詰めたけどめっちゃ見えて、これも見えたよ。あのランキング読めますね。13位ナナシさん、12位ヒツジさん、11位ひよこさん、10位広島の場所によってね、ナナヒロさん、9位ユウさん、8位アタックオタックさん、7位コウサクさん、6位テラミスさん、5位サーちゃん、4位タケノコタケちゃん、はい、高山かな3星木さん、高山としきさん、2位正義さん、1位は気象予報士バタヤさんでした。ありがとうございます。ひろちゃん大好きで送ってください。ありがとうございました。不安定な体勢でしたが最後まで見てくださってありがとうございます。教室に行った時のスカート着てくれた時携帯か PC タツです。ありがとう。カメツリーだった。嬉しい、嬉しい。あのジップついてるやつが穴とかで、マネイルお気に入りなんですよ。かわいいよな。超気持ちいい。あーごめんなさい、ミキさん。大丈夫今両薬指にちょっちょがついております。汚いやつに探してる。かわいいよな。あ、気づくってさ。でももう変えちゃうの。忘れとったかわいいってこと感動してる。毎日あ、キウキしてる。やっぱりかわいい。やった。劇場に入ってください。当たりますように。見える？これね、フラッシュ対で撮影したら光るんです。ありがとう。では嬉しい、いつもありがとうございます。バイバイ。